はい、何でも動画に映っちゃ、今日もサクサクの動画を回っていきましょう。今、スパルタクス3チームが、スタミナ79なので、あと5分経てばできるかな、2回できるかなっていうことなんで、そういうチームがちょっと今多くてですね、5分間待った後の動画にしたいと存じます。少々待ちを。その前にこのトータク3チームで、ジェロニマ3チームで、じゃあ、バトルしていきますね。チーム、お、できるようになったじゃないですか。はい、行きましょう。はい、前言いました、スタミナ40、 HRC4、 ヒーローレギュレーションコストが4で、ここにね、僕のこの MCH ウォリアーチームは HRC4 なので、HRC3 じゃなくて4に参加できますので、4でいきます。じゃあ GO。 まあ、ノービス、アンコモンかな、シューベルトさんね。で、 HRC は112で4になりますね。よし、スキップ音出します。よし、行きます。はい、ベーグルゲージ、はい、ベーグル来い。銀箱惜しい。ベーグル怪獣リトライ押してるよ。はい、次、孫祖光3チーム、ユノワール入りです。これも HRC4 なので、スタミナ40を回っております。はい、ゲージベーグル怪獣、やっつけました。もう一回いきましょう。もう一回 GO!Here we go. ナナナ、マイクリナナ、ナナナ、マイクリナナ、いきなり出てきてこう。はい、ゲージ、ベーグル。はい、ゲージ、ベーグル。はい、ゲージ、ベーグル、怪獣。はい、落ちなかったね。はい、ジェロニモ3チームは、HRC60 でいきたいので、よし。今 HRC40 になってるな。はい、ライデン3チームでいきます。ゲージベーグル、ゲージベーグル、ゲージベーグル怪獣。はい、もう一回。ベーグルゲージ来たかな、これは来たぞ。はい、ベーグル怪獣。はい、来なかったですね。で、スパルタクス3チームでいきましょう。はい、ゲージベーグル、はい、ゲージベーグル、ゲージベーグル怪獣。じゃあ HRC を60にして本命いきましょう。はい、ベーグルゲージ来たかな。ベーグル怪獣、怪獣ベーグル怪獣。ダメでしたね。あとはさっきの、はい、ジェロニモ3チーム、ルノワール入り。はい、ゴー。今、スタミナ60を回ってますよ。これですよ。はい、いきますよ。はい、ゴー。はい、ゲージベーグルー。ほら、落ちちゃった。大丈夫か。ゲージベーグルー。はい、ゲージベーグル怪獣。リットライ。はい、ゲージベーグル。次で白が出なかったら出ないっす。何遍もやってきましたから分かります。まあ、このノードライムだけかもしれませんけどね。はい。はい、ゲージベーグルー出なかったですね。はい、怪獣ベーグル、すっかり怪獣。はい、リトライ。というわけで、今回も落ちなかったということです。
まあ何が起こってるかっていうと、はい、まあ、ヒーローがねレベル、あ、ほらルノワールさんがレベルやっと66になりました。ここはね、普通は、多分250ぐらいだと思うんですけど、あのこのほらパンケーキを装備させていることでちょっとねレベル上がりやすくなってます。この経験値がたくさん多めにね多めにもらえるようになってますよ、うん、でエリートパンケーキ自体もあの、はい、エリートパンケーキ自体もレベル60なんで今レベル上げ中ということですね。はい、終わったよ、終わったよ、今日のモード終わったよという具合でございます。はい、 HRC ヒーローレギュレーションコストかな、はい、それをねうまくこのように調節してですね HRC が3のチームがないようにすると、はい、このね このスタミナ20ではコモンのね、はい、エクステンション、まれにアンコモンのエクステンションで、スタミナ40ではアンコモンのエクステンションでばかりで、でまれにブレイベースコーピオン、レアスコーピオンが手に入ると。で60になってくると、もうすでにまれにですよ、まれにブレイブスコーピオンで、すごくまれにデスストーカー、すごくのわりにデスストーカーで、超運がいいとアンタレスが落ちますっていうことですね。今埋蔵3なんでちょっとチャンスなんですけどね。はい、おいでは、おまけでした。では何でも動画に移っちゃう。今日はただノードを回るっていうのは寝る前の5分間とか仕事を行く前の5分間であっという間にできちゃうよっていうお話でした。じゃあご視聴ありがとうございます。またねー、のっすのっす。